五度一発始めます。えー、五度一発これからですね、引っ越しします。で、引っ越しするにあたって、俺が持ってる服を断捨離しないとなって。次の住むところに行くには、それなりに軽量化していかないといけねーなとか思ってて。で、もう、服はね、ここ2年ぐらい買ってないから、あの、増えることはないはずなんだけど、捨てられないと。 こここにあるねこの山みたいなやつを全部持っていくのはバカなんじゃねえかなとか思ってどんどん捨てていこうと思ってん、ね、だけどね人からもらったものっていうのは捨てずれんだよマジででまあその服ってさ思い入れがあったりもするじゃんだからちょっと捨てられる捨てられないあるんだけどむしろ捨てるって言った中でもそれ欲しいっていうのがあったら行てって。 それは無料で差し上げますつうか、俺の服俺が着た服だったら何でもいい、全部欲しいって言うやつ出したら <laughs>、ダンボール入れて着払いで送るから行って、とりあえずもう、捨てる、捨てないをしっかりやっていこうと思って。なんで、もう、しゃっチゃ、チゃっチゃ行くっていう感じで行きます。あー。これパーカー。何これ なんかね、これ友達からもらったんだけど、なんか、韓国とかのブランドなのかなちょっと、うん。これね、うーん。捨て,てます。捨てます。捨てます。うわぁ。ああ、これいいね。これニューバランス。これね、自分で買ったんだよね、確か。うん。春用だなぁ。これは捨てま、せぬ。 であズボンこれは冬だなこれはねユナイテッドアローズで3年前ぐらいに買ったんだけど俺がこのズボンを履くとみんな「予想それかっこよくない?」とか言ってくれるんだよね。なんでこいつはいります。唯一俺がズボンの中で褒められたズボンなんじゃないかって いやー、スーパーサウナ。T シャツ、これね、俺じゃないんだよ。これもらったんだよ。ひらがに。なんで、これは、捨てません<え>あ。あ、こっちが捨てない。捨てません。もらっちゃったものは捨てられません。えーっと、なんだ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 。うわうわこれ、見えるかなこれ、目黒にある、 本気山下うどんって言うんだけど、これそうだよ。なんか、あの、なんだっけ、お笑い芸人のやつなんだけど、そいつがやってるうどん屋が、ちょっとガチでうまかって、で、なんかねえかなっつって、手拭いを買ったん。これね、捨てられないなあだけど。いい、使わないよね、絶対。これ。いや、これ誰か欲しいって言ってほしい。ああ、捨てません。 なんかね、こういうのはね、いっぱいあるんだよ、俺。なんか。うーん、これ北、来た、一回ぐらいしか来てないんじゃないこれ。うーん、ま、一回だからな。これ、誰か来れって言え。って言え。なんだこれ。ん二 <laughs> 平寺東京って自分たちで作った、 ユニフォームだ。これは何ユート。ユートってか、これあれだ。職人系の店行って作ったんだ。これは捨てられないだろう。ああこういうのだよね。東京マラソン2011年。11年前か。俺が初めて出た東京マラソンかなそれの T シャツです。うーん、これ多分乾燥したらもらえるやつだと思うんだけど、 いいじゃんアレンの白チーム黒チームで使えるじゃんあ使おう T シャツ続くねうわこれね ACG これはね友達からもらったからこれは捨てられませぬむしろ俺の一軍ですああこれああイルこれなんつんだっけイル これあれだよね。ファイアーボールかなんかのやつが作った T シャツなんじゃなかった確か。イリエイリエだっけいや、スラッシャーとのダブルネームか。俺これ、着ない。いや、まあ、ちょっとまだ残そう。ちょっと捨てろよ、ちゃんと。あー、こういうのはギリエだな。うーわ。うわーわこれ。 ルーツって書いてあるんだけど、これ東中野にあるバーで、涼ってやつが、一個下の後輩がやってるお店の、サッカーのユニフォームだね。これサッカー、フットサルチームがあったんだよ。それで、俺7番だったんだ。その時多分ベッカムとか流行ってて7つけど、俺がね、持ってるユニフォームで7番つてはない。うーわ、これは捨てられませぬ。捨てられませぬ。うわー、日本代表。 94番二平次串焼き二平次なんだよねで後ろはまさかの豚これはね捨てられませぬ全然捨ててね今捨てたのまだパーター1個だもんこれはやばいなこれはやばいなこれバンフォール甲府捨てられるわけがないわけがないああこれ これね、俺がね、アロハの中で一番好きなアロハで、これラルフローレンなんだけど、これ確かね、えー、っと、これロサンゼルスで買ってます。捨てられません。うーん、ああうわー,ーそうだ。これが、これ2012年。2012年。これは、 ちょうど10年前なんだけど、これも東京マラソンを走って乾燥した人がもらえるやつ。俺2年連続出たんだけど、黄色ね。うん。捨てます。捨てます。もう着ない。黄色は着ない。えな, <laughs> なにこれなにこれなにこれうわー若いよ。2014年。 8年前のあー結婚式嫁って書いてある何これ結婚式で作ったやつかどうしよっかな青って着ないでしょこれ捨てたらやばいだないこれ捨てられませぬこれ何あーポロシャツうんこれ、うん、これね え、なにこれコムデキャルソンかと思ったらなんか違うね。してます。してます。これ。俺がいつもしてるやつ。だけどこれ多分案外、伸び伸びいの,のだから、してます。うわぁ。これなぁ。はい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 。あーこれ。エッジ。だいたいわかるよね、これ。 ハリウッドランチマーケット、まあまあ好きで、大官山の。うん、これカット層つかも半袖。これは捨てられないなぁ。捨てられないなぁ。捨てられねえなぁ。なんだこれ。う引きみたいのこれね、3個か4個あるから、捨てます。捨てます。捨てまーす。うわ。はぁ、あ。これね。 ああ、これね。これ、こういうシャツ。うん。だけど、これね。ザラなザラ。ザラで、案外、これ、作りが、うん、まあ、あんまかっこよくないんですって。ああ、すごいな、これ。ナイキとシャネルの、ダブルネーム。だけど、相当、案外、黄ばんでんだよね、これ。 だけど、なんかな、これ、サッカーで着てりゃいいか、白チームと黒チームの。な、持っときます。うーん。そうだなズボン。うわぁ。うわぁ。これ、なんつんだっけん。クルーベル。クルーベル。クルーベル。これね、俺がね、もう、青春時代ずっとフラタニティっていう店で、 買った服なのね。で、その服だけは、20年とか着てるんだけど、これも多分10年、20年コースなんだけど、これサイズが合うか合わないかわかんないけど、捨てられませんよ。これはいいな。あー、あー、あー、デイ。これね、知り合いのね、人が作ってるね、デイメイドって服なんだけど、これはね、まあ流行るな、絶対。 後にいやー、そんなこと考えたら捨てられねえな。まあ、だけど、これはデイメイドはちょっと思い入れがあるんで、その、デザイナーのコウさんも好きなんで、捨てません。んんあー、これか。これは、マルセロがくれた T シャツですね。これは捨てられないですね。これは大事に、これからも着ていくっていう。 おー。出た。タンのパンの2。タンパン2は、これは、うーん、今そうだ。今、前田大然とか、旗手とか、セルティックの。うーん、だけど、入りまてるあんまりサッカーはタンパンでやらない派なんだよね。なんだこれ。な <laughs> にこれ。あれか。ゾゾだ。ゾゾ。ゾゾのスーツだ。 いらなくない測ったんだから。えー、だけどもうゾゾで服買わないもんね。いや、いらないっしょ。あー、これ、アディダスのポロシャツの中で一番好きかもしんない。アディダスの中で、あのね、骸骨シリーズっていうのがあって、ドクロシリーズがあって、これかっこいいんだよね、まあまあ。うん。これは来ちゃうな。捨てられません。 うわ全然捨てられねえじゃないかよ。うわーあー、エネーレエネーレこれね、甲府のだ。甲府のだ。バンコーレ甲府のだ。うーん。捨てないとな。これは。捨てよ。捨てます。で、ティステっていうのか。上があるんだ。あーカイゼミナール。 海い耳になる。ールーんエスパスドリームプラザ。これ、じゃあ、上は取っといて、下は捨てる。ああ。うわあ。これねー。キリンのやつ日本代表が言ってたやつか。これも、うーん。捨てます。捨てます。捨てます。おお捨てるが増えてきたよー。いいよー。 なんだこれあ、アディダスの短パンか。これ、まあまあなぁ。だけどこれね、確かね、アサレンの抹茶も同じの入ってたような気がするから、捨てます。抹茶も捨てます。あー、これなぁ。これはなこれはさ、あ、なんつんだっけ。インナーシャツまあ、水ズこれはね、サッカーで使うんです捨てません。あー、来た。これな これも ACG。これもな、プピポパンっていう女の子からもらったやつだから、捨てません。ああ。うわみんなこういうの、こういうのね、あるよね。これ知ってるこれなんつんだっけああ、そう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 。これ。みんなこういうボーダー着てると思うんだけど、まず左のここに、あのー、ワンポイントだけあるんだよね。セントジェームスって書いてあるんだよね。セントジェームス。これはね、 これはね、いいよ。素材的にも。うん。もうほんとこれ20年前うん。表参道、遊歩道。原宿にあったセントジェームスの頃から俺はセントジェームス好きで。だからユニクロとかのボーダーとかは着れないんだよね。俺はセントジェームスはちょっと好きだから残します。はい、来た。うわー、これは思い出深いわ。 うわ、もう何にも見えないね。ああ、これ、リアルライムって書いてあるんだけど、うん、これだよ。NK ホール1万人やった時に作ったノベリティかなうん。ああ、俺の暴力団時代の青春が詰まってるんだが、捨てます。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 ああ、それこそじゃないこれ。 それこそじゃない今じゃん。セルティックじゃん。で、これも二平寺って、前やってた居酒屋の名前を書いて、串焼き二平寺。で、後ろは小豚。うーん。ユニフォームは捨てられねえな、二平寺の。うーん。あとはあー。あー。これか。黒い短パン。これはね、サッカーで使うから捨てません。 もう一回。あー、これ、NTT ケレ上手だ。俺が10番背負ったっていうのは、社会人になってからかなぁ。うん、あんまり10番キャラじゃないんだよね。これは、捨てます。してます。うわ、今年の夏、これ多分、80日ぐらい来てたんじゃないかな、これ、ニューバランスの。これはね、まあまだ使うなー、まだ使うなぁ。まだ使うなぁ。 うわぁ。ああ、バルセロナフォース。4番目ぐらいの。アウェイとか。相当相手チームとユニフォーム被った時のやつなんだよね。いやだけど、で、10番メッシなんだけど、ニヘージって書いてあるんだよね。これ多分、店のユニフォームで使ってたから、これも捨てられない。いやー全然だな。まだまだだな。うわーすごいの来た。これはねー、 これはやばいな。これはタイのサッカーチーム。うん。ジトゾのマサヤからもらったサイン付きじゃないかな。あサイン付きなんだよね。サイン付き。俺はこれマサヤに会いにタイ、バンコク行った時にもらったやつだから、これは捨てられませぬ <laughs> 捨てられないですね。ああ、すごいの来た。ピンクの T シャツなんて愚問で捨てろと。うん。ピンク。 うわーうわーすごいねバンブーカフェって書いてあるバンブーカフェこれバンブーカフェで作ったフットサルチームだ94番いやーだけどこれは捨 <laughs> てます捨てます捨てます捨てますよーあーうわーこれ市川 MFC か そうだな、一回 MC フットサルチーム千葉県一部かなうーんこれは来ましょう来ましょう来ましょうおーおー古いな甲府のかなり古い時の短パンだねこれ海履いてたやつかなうん迷うな迷うなこれは捨てられないなうわーああこれは これは知る人ぞ知る。うん。世界一のミュージシャン、音楽家っつってもいいんじゃないかな。うーん。これはね。うーん。キングストリート。ハイドアウト。ああ、これは、ヌジャベスのね、限定のレコードと同時に合わせて売り出した。まあ、当時、 2,3万だったけども、も20万ぐらいになってるんじゃないこれはちょっと捨てられないかなこれは、ちょっとこれは捨てられないね。捨てられない。全然捨ててない。うわぁ。あああぁ、あぁ。え、何これアロハポーター。ああ。うわぁ。これポーターだ。あのー、財布とかバッグの。それで、確か、あのね、 すごい高い靴を買ったんだよ、ポーターの。そしたら、T シャツもノベリティとして付いてたんだよね。うわーだけど、ポーターね、ポー、これだから高いよ。買えないから。靴とセットだったんだよ。うわうぜー捨てます。捨てます。うわー出た。第2次手ぬぐい。何これ。 わあ。うわあ。平井中央。これ平井のお祭りのだね。平井中央自治会って書いてあるね。これ知ってたらやべえだこれやべえだろ。商売やっててそれは捨てられないよな。うわあ。えうわあ、ペラーかー。広瀬のか。 うわーブスケッツみたいな。かっこいいな、これ。これー。いや、いいな、これ。いいな、これ。捨てます。捨てます。うわあ出たー。これもね、夏。80日ニューバランスだったら、残りの40日はアジダスだったねこれはね、捨てません。捨てません。うわー。あれ、こういうのだよね。こういうの。 キリン一番絞りとかさ、これでさ、ノベリティだよね。居酒屋とかやると案外、そう、キリンとかからもらうんだけど、こういうのは捨てます。こういうのは捨てます。うーわ。うーわ、これやばいな。流通経済大、これ高校かな高校かな流通経済でかしは、はあ。これね、ツイッターやってた時に、ツイッターやってた時に、その、流通経済大の、 女の子たちっていうか、ツイッターを運営してる子たちが、うちらのユニフォームもらってくれませんかそれで会場まで足を運んでくれませんかっていうキャンペーンみたいになってて、俺送ったら当たったんだよね。いや、だけどね、今朝練の中に龍刑いっぱいいるから、これはね、ちょっといろいろな意味で使えるんで、まぁ、あ、ちょっとこれは使いましょう。うーわ。うーわ。うわ。 もうこのチームに俺は興味がねえんだよな。俺はもう。いや、いや、これ多分ね、好きな人いるでしょう。うん、で、なおかつ、うん、これね、もらったんだよね。徳ちゃんから。うん。ジェフサポから。だから、これは捨てられませぬ。うーん。ああ。ああ。ああ。やっぱりああ。 やっぱこれもそうなんだよね。これも H。これもあれだね。やっぱ好きなんだね、俺。うん。あのー、代官山の、えー、ハリウッドランチマーケット。これも、まあ、捨てられないな。うん、好きだから。ああ。さっきね、下は捨てたけどね、このキリンのやつ。上は、なんか、いいんじゃないかなって。まだ使えると思うんで、捨てません。うん うわうわこれうわこれビームスとドラえもんのコラボこれ何年前だろういやー青って着ないよねー捨てます捨てますああこれ何わーこれもな もうね、二平寺って居酒屋やってた時が、もうほんとユニフォーム作るのが大好きで、歌って書いてあるんだけど、これもう捨てられねえなぁ。捨てられねえ。おぉ。うーわ。何これ。あぁ。脱税 T シャツだな、これ。ヤン、ヤンマーミャンマーミャンマーミャンマー,ミャンマー。これねー、 俺の後輩でね魔王ってやつがいたんだけど俺ね海外行く後輩とかがいたら絶対言うのがマジでクソ出せ T シャツ買ってこいと俺に1枚もうほんと1000円しないのでいいから余裕で一番せのあの買ってこいっつって大体まあ金渡してまあとにかくハワイとかでもワイキキとかでも一番出せバリ島でも一番出せ、韓国でも一番出せ。 ヨーロッパ行っても一番ダサいやつ買ってこいっつって、魔王に買ってこさした T シャツなんでね。まあ、とりあえずは魔王の中で一番ダサーなーと思う。もう多分、<laughs> チョイスしてくれたんだけど、これちょっとね、腹、へそが見えちゃうぐらいちょっと下短かったり、もうなんかね、ここら辺もね、袖も超短くて、ピチティリ着させようとしてんのみたいな。で、マジでダサいんだ、これ。<laughs> いやー、だけど、やっぱ魔王からもらったものは、 もう魔王とは会えないから、会うことないから、お前からの、これは、まあ、もう大切にしてないよ。捨てないよ。うわぁ、こういうのだよなぁ。戦闘ブームの火付け役というかさ、まあ、金賞大黒油のやつなんだけど、そこで売ってた T シャツ、これ多分2500円ぐらいしたんだけど、これだよね。こういうのは、 はぁ、あ。ギリがあるからなぁ、大黒湯は。捨てられねえなぁ。捨てられねえなぁ。あーこんなのが。あぁ、これね。野球のユニフォームと見せかけて、これあれなんだよね。千葉ジェッツ。千葉ジェッツ。バスケットボールなんだ、バスケットボール。 うわぁ、これはね、これ、チャマからもらったんだけど、俺が千葉ジェッツ応援するぞって一瞬になって、その時にチャマから、チャマは千葉ジェッツのあの、サポーターなんだけど、高校時代の友達で。で、これ切ろって言われて、多分これ多分ね、みんなが持ってるやつじゃないんだよ。多分限定とかそういうやつで、チャマくれたからこれは捨てられません。つうか今年、一回ぐらいね、ジェッツの試合ね、行きたいね。 ちょっとジェッツの試合。ちょっとチャマ、連絡、もしもごと一発見せたらください。一緒に行こう。行こう行こう。うーわ。うーわ。ああ。あ、そうな。これね。これもデイメイドなんだけど、これも先輩のだからな。これも捨てられねえな。いやー。あーこれか。子供用にくれたのか。ペラーだ。 うんそうかそうかそうかなんだこれあこれは捨てるなこれはあーすごいの出てきたよー前掛けあーうわーすごいな二平次と二平次と バンブーカフェのコラボだわ。これはな、俺の今やってる商売の、うーん、原点だな。バンブーカフェっていうのは。使うことねえけど捨てられないな、これ。うん。使うことねえのに捨てられないってやだな。うわぁ。これ、あー俺がデブになって、 履けるズボンがないからっつって、買った血のパンなんだけど、うーん。これは、もうこれを履くことはないわけだろ、俺。捨てます。捨てます。捨てますよ。あー。これね、これもね、もらったんだけど、これあれなんだよね。なんつうんだっけ。Y3、幼児山本かな うーん、これなぁ。まあ俺これしかねえから逆に長ズボン。うん。これはいるかいるかってやって。ああ、出た。あたあ、出たああ出たあー出たこれ。ZOZO ゾゾの上だ。測ったんだな。これボタンみたいな感じになってんだよね。なんかセンサーみたいな。だけどもゾ ZOZO で服買うことないからこれも却下です。捨てます。捨てます。うわ。 うーわ。うわー。これはノースフェースのズボンか。これも15年ぐらい履いたかもしんない。で、これ多分、うん、まあまあ太いから、これはもう履きません。捨てるっす。これを捨てよう。うわー。うーん、これ知らない人多いんだよね、これ。うん。レニースプーナーっつってさ。アロハのブランドなんだけど、 これ、外は、なんか、裏地じゃんみたいな感じで、なんてだろうな。こっちの中の方が、なんか、普通にいい色なんだけど、わざと裏地でやってます、みたいな。これね、これね、アロハズキからしたらっていうか、このレニースプーナーって、すごいいいブランドで、これね、20年は経ってるな。これ、むしろデッドストックだから、これ。いや、このまま行こう。このまま行こう。捨てるのはちょっと違うでしょ。 そうだなぁ。まあ、だんだん片付いてきたな。スパッツね。スパッツは箱でしょ。うーわ。うーわ。またサッカーだ。山崎パン。デイリー山崎パン10番。これはね、市川クラブだね。これはね、これは、これは、ちょっとね、うーん。今補強すごいんだよ。いやー関東行くんじゃない今年。 いや、もうこれ着て応援する。俺ちょっと市川クラブちょっとスポンサーになるからさ。俺は捨てられないな。ああ。これさっきのジトゾノがくれた、マサヤがくれた、タイのユニフォームの下だね。上下でくれたいや、これはもういるでしょ。うーわー。ああ、デイメイド。うーん。一個捨てよ。こっちは捨てよ。こっちは捨てよ。 捨てます全然じゃあーこれさっきジャラの同じようなのあったんだけどあれは捨てたけどこれのなんていうのバギーバギーバギーボットンダウンっていうこれねこれもねフラタニティで買った服なんだけどこれは作りと形と素材すべてが無敵でこれも20年着てるんだけど いや、これも捨てられないな。おぉ。ベルトこれね、ごとうずなんだけど、ごとうずは、ごとうずこれ5万円ぐらいだったかな。これはね、捨てられないね。うん。俺もごうずすげえフェーザー超持ってたんだけど、ちょっとねー、平井の先輩になんか怒られた時にちぎれてなくなっちゃったんだよね。ほん あれ残念だよなぁいや本当にすごいのターコイズバッチバチのもの持ってたんだよマジでまあ今ゴローズはねこれと財布とバングルぐらいしかないんだけどまあまあこれはねあはあとはもうジャンバーもうこれはもう俺の一軍じゃんとんかつパンパンのドカじゃんこれは捨てられないですようわー うーん。ああ、これね。やっぱね、みんな好きだよね。モンクレーは。うーんだけどな。別にいらねえなー、これ。まあ欲しい人いたら言ってください。あげます。いらねえ女いらねえ、いらねえ、ね。うわ。これはまあまあ、これはね。やからの代表、アンダーアーマー。これね。素材いいね。 着心地がいい。うん。スポーツウェアとしても、日常着としても。で、流行、流行る意味がわかる。これは残しです、うん。これはいらないっしょ。もう、子供サッカーやんねえかな。うー,うーわ、うーわ、うーわ。ベルギーあ、違う。ベルリンベルリンか。うわー、これあれだ。遊びィで働いてた人が、 タムタムだ。タムタムが、ヨーロッパに風俗旅行に行った時に買ってきてくれた、ああ、なんだっけ。ハードロックカフェ。ハードロックカフェ。ベルリン。こういうのね、捨てれ、辛いよね。だけど、もう案外、汚れてるし、これ風俗のためだけにドイツ行ってたから、うーん、いいだろう。 つうか、逆に、これからドイツ行くやついたら、うん、ちょっとこれ、アンドかっこよくないみたいな。俺は、海外行ったらダセーのかってこいつってんだから、これは、捨てです。タムさん、捨てですと。うーわ。うーわ。これかー。これ、インマットロー。イン、N4 マットロー。 うわ、これね、ニューヨークのね、インフォーエム。なんだろう。ニューヨークじゃない。これ、どこだロスだ。あ、違うよ。ニューヨークだ。ニューヨークで、駆け出しのデザイナーがやった服なんだよ。そうだ。これね、そうなんだけど、これね、今となったら、相当やばくなっちゃって、これプレミア機って20万ぐらいするから、これは捨てられませヌ。 う,ーうわうわうわあとこれなんだママウンテンハーダいやーこれもそうなんだよなこれもフラタニティの服なんだよなこれも捨てられねえなあこれかこれネックオーマー捨てよう これ、辛いっしょ。100均でも売ってるっしょ。これ捨てよ。うわー、これ辛い。スプリームとビートンのダブルデーブ。なんなのこれ俺がこんなうまいこれ何スパイクケースかスパイクケースにして使えばいいのかそれ受けるな。あ、スパイクケースですかまあだけど、スパイクケースとして俺が使ってなかったら、 もしかしたら家にあるかもしれない。もう欲しいってやついたら行ってください。これもあげます。ぐらいか。いやー、だけど、これぐらい、これだけじゃダメだべ。いや、ほんとはこっからもっと厳選していかないといけないんだけど、ママの時間になっちゃったな。まあ、今回はそんな感じにしとくか。うん。次回はまたちょっとなんか話したいんで、まあ、 今日はこんな服です、みたいな。で、結局俺服ほんと2年ぐらい買ってないけど、生活できてるし、買ってないのに、これだけ捨てられない服があるってことは、買ってたらどうなっちゃうのっていう。みんなもね、そこだけはマジでちょっと、ほんとに考えた方がいいよ。うん。服ありすぎだから。ほんとに。だから俺は、また、今年もね、服買わないっていうのは続行してるんで、ま、ああの、まあ、もらったものは着るけど、 まあ本当、海外とか行ってお土産で買ってくるのは一番ダセーやつな。もうワイキキハワイみたいな書いちゃってるやつとか、もうそういうの大好きだから。まあそういうのを着たいんで、まああの、かっこいい T シャツとか別に俺求めてないから、自分がかっこいいから。うん。なんで、服は別に自分がかっこよければ何着てもいいと思ってるんで、服はいりませぬよーし。まあ今日はこんな感じになりましたけど、また明日、明後日にはまたあの、いつもの、 感じででシャリー入れていこううと思うんで後藤一発よろししくお願いしますそして、そうだ、3日前ぐらいから、あー体重増えたなーと思って、年末、12月31日に、俺、70キロぴったりぐらいだったんだけど、今、えー、っとね、3日前ぐらい行ったらね、78キロなっでたの。えー、みたいな。1月、2月を、プラス8キロで来たんだ、みたいな。2ヶ月で8キロって、それ、リバウンドじゃん、みたいな。やっぱって思って、 で、3日前ぐらいからちょっとあのー、まあ、炭水化物からまず手っ取り早くやっちゃおうかな、みたいな。で、とりあえず3月中に、まあ大体、えー、70、また持ってこうかなと思ってるんで、今回はあのー、14日で、あのー、8キロ痩せるとか、そういうのじゃなくて、もうちょっと長いスパで、で、4月サッカーの大会もあるし、そこにちょっと標準合わせていきたいんで、 とりあえず、そうだね、まあ、俺、ベストの体重が70だと思ってるから、自分の中で。173センチ、70キロっていうのが、まあ、俺のベストだと思ってるから、とりあえず大会、うん、まあ、3月中に70。で、今日測ったらね、もう3キロぐらい落ちて75だったから、まあ、じっくり、あの、落としていこうかなって思ってるんで、そうだね、まあ、みんなも、あのー、3月、ちょっと俺と一緒に、ちょっとダイエットしませんかっていう。 まあ炭水化物からやろうよみたいほんと毎日帰ってきてカップラーメン毎日1個食ってたりとか吉野家の牛丼とか酔っ払っちゃうとさバグるじゃん頭ん中でぶワーッとかいっちゃってうんそういうのがあったんでまあちょっと太っちゃったけどまあうんまたみんなの前で発表することによってあー自分の今しめ次回っていうのかなうんしてきながらあのー、こと一発やっていこうと思うんでこれからもあのー 俺のもっともっとかっこよくなること一発をチェックしててください。そんな感じで今日はこんな感じです。で、この後は、えー、飲み行っちゃおうかなとか思ってるんだよね。まあ、あの、そこでも炭水化物はやめながら、あの、いや、日曜日、休日のあの夕方6時ぐらいから居酒屋入って一杯やるって案外最高じゃない超気持ちいいと思ってんでね。あの、俺の中ではちびまる子ちゃん見て、 一間終わったなとかそういうのじゃなくて、俺はこの時間から飲み出して、したりてみたいな。なんで、これからちょっと居酒屋行ってきます。うわぁ、拭くな。なんか、あれ欲しいみたいなあったら言ってください。あの、あげるんで。そんな感じで、こと一発。バイバイ。